みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はデベロッパーズダイアリーファイナルの情報まとめ、また黒竜ミラボレアスの詳細を説明していきます。まず最初に意外だったのが、アイスボーンの企画時に黒竜の登場が確定ではなかったという点です。ファンアートや多くのプレイヤーの声により今回の黒竜登場に至ったという経緯のようです。まずは黒竜ミラボレアスの詳細です。初登場は初代からでトライ以外に登場します。同じミラボレアスにも光竜と素竜が存在し、光竜には特殊個体も存在します。防具の名称からハンターたちに通称で呼ばれ、1黒竜ミラボレアス、2光竜ミラバルカン、3素竜ミラルーツ、4光竜の特殊個体でミララース。上記以外にも3でグランミラオスが登場します。弱点属性は竜で、おそらくアルバトリオンの武器がおすすめになると思います。頭部や首の位置は非常に高く、攻撃しやすい足の肉質は硬いため心眼が必要になる可能性が高いです。攻撃のパターンはブレスや爆発、ボディープレスや這いずりなどが存在します。これらの攻撃をハンターが受けるとこうなります。今回の PV でも同様の攻撃と思われるシーンがあり、過去と同じであれば被弾イコール死亡ということがあるかもしれません。初挑戦の際にはしっかり防御力を上げ、ど根性などのスキルも視野に入れた方がいいかもしれません。戦闘エリアは前作と同様、黒竜に滅ぼされたシュレード城で、非常に綺麗なグラフィックに期待できます。シュレード城にはバリサや大砲、激流槽などが存在し、肉質が硬い黒竜に対しうまく使用していくのが鍵となるかもしれません。生産できる武器や防具は見た目も非常にかっこよく、ぜひ全武器作ってみたいです。発動するスキルの詳細は明かされていませんが、シリーズスキルで全国位というヒントから2つ予想できます。1つは過去にあったスキル、銅系統倍化という銅についているスキルをそのまま倍にするというスキル、これに近いもので極意を代用というものです。例えば達人芸運用の株価株、これが黒竜で代用すると株価黒竜、さらに足が空きで両方発動し、足はさらに別の防具が使用できるという感じです。もう一つは単純に3から5位で全国位が発動し、大量の4スロから装飾品で自由にスキル構成を組むというものです。いずれにしてもこれまでの装備構成が大幅に更新されるのは間違いないと思われます。お供装備は完全にミラボレアスと化し、武器はなんとハンターです。さらに納刀状態ではノリ状態という最高のパフォーマンス、これは作る気はありません。続いて今後のイベントクエストの情報です。先ほどのミラボレアスは10月1日からです。日程の詳細は不明ですが、歴戦王イベルカーナの登場も確定しています。現在は各アステラ祭が開催されていますが、9月5日から順次イベントクエストが用意されています。9月11日からの古竜イベントクエストではストーリーでしか使われなかった専用ステージでの戦闘となります。このステージはいろいろやってみたかったので非常に楽しみです。10月16日からはセリエナ祭、ホラーナイトが開催されます。素敵な装備や受付嬢のコスプレなど魅力が満載です。こちらは各イベントクエストをまとめたカレンダーです。スクショなどでご利用ください。続いてシステム関係の説明になります。まず一番最初にクラッチに関する新しいスキルが追加されます。これまでは傷つけ1回と2回の武器種に分かれていましたが、このスキルにより全武器種が1回となり、スリンガー弾も落とします。口述する策撃銃というのがこれに該当するものと思われます。特に片手剣や双剣のように特殊切り付けが存在しない総中棍などがかなり有用なスキルになると予想できます。アップデート後には全防具の重ね着も実装されるため、今のうちに調査ランチケット G など関連する素材を多めに集めておくのもおすすめです。続いてマカレンキンに関する情報です。1マカレンキンの古代竜人の錬金術に霊脈の錬金術3を追加します。2マカレンキンの装飾品の錬金においてレア度9以上の装飾品を素材として使えるようにします。
3. マカ錬金の装飾品の錬金で以下の装飾品を錬金できるようにします。追加される装飾品はこちらの6つ。無劇樹、強壁樹、強靭樹、龍風樹、強弓樹、心眼樹の6つとなっています。これらの装飾品が出ないというのは過去の動画でも説明している通りです。1に関してはおそらくですが、レア12の装飾品が発生する、封じられた弾が排出されるものと思われます。2に関しては非常にありがたいもので、現状ジンオーガのイベクへ鳴る神を回す価値がより上がります。続いて装飾品と5石に関する情報です。1、2つの弾の鑑定からレア度の高い装飾品が鑑定される確率を上げます。2、マスタークラスにおいて危険度3の歴戦の個体の調査クエストの特別報酬で封じられた弾が抽選される確率を上げます。3、新たに以下の5石を追加します。作撃の5石はクラッチ強化だけだと3ストロ分なので、スリンガー装填数アップなどもついているかもしれません。また傷の時間を延長するという修正もあるので、この5石の効果なのか単純に全体がそうなのかも楽しみです。2に関しては紫枠1つに対し、これまでは 40% だったものがどれだけ引き上げられるか楽しみではあります。新たに追加される装飾品は上記の3つ。陽動と受け身は闘技大会の防具についているスキルです。チャームやフィギュアに関してはこれらが登場します。他にも家具の追加や演奏ボックス用 BGM が新たに追加、ギルドカードの新デザインも追加されます。デベロッパーズダイアリーの最後には過去の PV などを振り返るシーンがあり、非常に感慨深いものがありました。ぜひ概要の公式 URL よりご覧ください。さて今回デベロッパーズダイアリーが最終ということで、自分からも一言お伝えしたいと思います。モンスターハンターワールドという名作を作り出し、多くのプレイヤーの声を大切にしてきたカプコンのスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。これからも楽しいゲームを生み出してくれることを期待しています。またデベロッパーズダイアリーでは生放送時に10万人同時接続と、このゲームを愛してくれている全てのプレイヤーにも感謝をお伝えしたいです。皆様本当にありがとうございました。今後のモンハンでも多くの方々とプレイできることを楽しみにしています。これからのモンハンも一狩り行こうぜ。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。